久保さん、おはようございます。いやー、昨日、昨日、昨日僕ね、動画まあまあやったんですよ。やりましたね。やったな。自分でもやりきった感がありますね。<laughs> 裏で撮ってるんで。そう。まあ、今回は、えっと、見えてなくてもやるってことですね。うん。見えてなくてもやるし、見,見られるようにやるし、みたいな。ま、あ何かっていうと、なんだろうな。 あのネットビジネスの場合って見えないんですよね。なんか派手にね、華やかにこう見れるわけですよ。いろんなね、ものが、情報っていうのは。だけど、うん、稼いでる、まあ中長期ですよ。中長期ずっと稼ぎ続けてる人っていうのは、本当泥臭いようなことしかやってないんですよ。ネットビジネスっていうのは。淡々と。まあ僕動画に関しては、まあちょっと空気みたいになってるんで、泥臭いかと言われると動画が一番今楽なんですね。 ネットビジネスの作業の中では動画が一番楽勝なんですよ。で、ブログ、昨日、そうそう、昨日ブログね、6記事更新したんですよ。これ、きつかったね。6記事で、まあ1000文字以上書いてるんで、2000文字のやつ、まあ3000文字ぐらい。多分ね、昨日8000文字ぐらい書いてるんですよ。多分、トータルで。もしかしたら昨日1万文字ぐらい書いたかもしれないです。 なんかかなりきつかったですね、昨日。だから昨日仕事した感あるんですけど。でもその1万文字昨日書いたとしても、まあ、それも動画回してたんであれなんですけど、わかんないですよね。その、ここにこうやって見てるわけじゃないじゃないですか。その作業風景をね。まあ僕は作業風景を動画で映してたんで見れるんですけど。<laughs> まあ、泥臭いですよ。うん。 だから僕は、あの、本田圭介さんのすごい好きな言葉があって、まあ、本田圭介さん、ね、サッカーですごく、まあ、トップの方まで行かれた日本代表選手で知られてる方多いと思いますけど、まあ、本田圭介さんが、まあ、練習してた時に、インタビュアーの人が、インタビューね、取材の人が、圭介さん、本田さん、なんか、練習めっちゃ地味っすね、みたいな。で、本田圭介さんが言うわけですよね。あ、そうっすか、と。 いや、僕より強い選手、僕よりもっと地味な練習してますよ、と。はい, <laughs> い。本田圭介が言うとかっこいいですね。まあ、勝てないですね。いってらっしゃい。